荒尾聖一は日本の元俳優、舞踏家、振付師、元オペラ歌手である。荒尾静一と表記されることもある。本名及び旧芸名は吉富一郎。牧野プロダクションの主要人物の一人であり、東京少女歌劇団の花形としても知られる。1897年1月、鹿児島県に生まれるとされている。日本歌劇俳優写真名鑑には、少年は、 明治30年5月13日である旨が記されている。また、2000年4月1日に発行された日本映画工房紙末期の一家には、青年、出生地は、不詳としている。1920年の写真、二23歳。旧制、海上中学校在学中から音楽研究所で声楽を学び、1912年度中、学校卒業後は、 早稲田大学に進学する傍ら、高田舞踊団に入団して、西本長春、荒尾と同じ小学校出身の高田正を石井清らに指示して、舞踊を学ぶ。1918年3月、旭化劇団に加入し、日本館で初舞台を踏む。この間、早稲田大学を卒業する。その後、東京少女化劇団に加わり、荒馬と称されるほどの人気を博した。 また一時期、同劇団を対談して、舞踏の研究に専念していたこともある。翌々年1920年に発行された日本歌劇俳優写真名鑑」カー及び1921年に発行された日本歌劇俳優名鑑」によれば、東京府東京市本塾新小梅町に住み、この当時の趣味は野球、尺八、読書であり、特技は舞踊であった。ところが、 1923年9月1日に関東大震災が発生。折からの過激化へ不審により、間もなく退団。1927年3月、中根龍太郎の紹介により、牧野プロダクションに入社し、映画俳優に転校する。同年9月15日に公開された、芝ソロモン監督映画、京目区舞踏場で主演を務めたのをはじめ、以後、脇役として、 多数の作品に出演する。1929年に発行された日本映画俳優名鑑賞は5年版によれば、京都府、葛野郡花園村宮の上町に住み、趣味はスポーツで、お酒と女が趣向であるという。また同書によると、後に、トーキー部に所属し、先進技音効果の研究に没頭していたというが、1930年に、退社。 東京映画の出演は果たせなかったものの、同年8月8日に公開された、坂田茂則監督映画、新軍ラッパにおいて、荒尾は映画スタッフとして音響効果を担当した。1931年、フリーランサー協会に所属する。その後、芸名を本名の吉富一郎に改名して、宝塚歌劇団などの振付師に転向。 終戦後も引き続き活動していたが、1948年1月に出版された歌劇における談話を最後に消息を確認できず、以後の消息は伝えられていない。没年不詳。特筆以外、すべて制作は、キノプロダクションを出撮映書、配給は、キノプロダクション、特筆以外はすべてサイレント映画である。ありがとうございます。